皆さん、明けましておめでとうございます。さあ、2019年一発目の動画でございます。じゃあ、スプラトゥーン2ね、フェスなんですけど、フロストフェス、なんかかなり特別な仕様となっております。新年仕様ですね。雪降ってますし、でお題はね、なんか年末年始をなんか家族と過ごすか仲間と過ごすかですね。で、僕は仲間に参加しております。インクの色は白ですね、これ。いやー、もうね、スプラトゥーン散々サーモンランしか動画上げてなかった上に、上げてないどころかやってすらいないんですよね。まあでも今回のフェスはね、ほんとこんな感じでかなり力入っててね、面白そうなんでやっていこうと思います。それではね、まあ1、2戦やっていきましょう。はい、ちょっと散歩しに来たんですが、ミステリーゾーンじゃなくてね、普通の方のステージなんですけど、なんかこう違いますね。なんか雪というか、そういう冬らしいステッカーとかが貼ってある。すごい。真ん中の方はそんな多くないかな。あ、でもこれとか多分ないですね。なんかお正月っぽいやつとかありますね。いやー、ちょっとね、もうこれ、フェス終盤にね、時間ギリギリで撮ってるんですけど、なんかもっと早めにやればよかったな。いやー、悔しい。で、まあ、そういうことで時間もないんでね、早速バトルの方やっていきましょう。さあ、久々、おっ!いきなり10倍マッチ。まあね、久しぶりのフェスやっていきますから、なんかもう楽しいな、なんか花びら、花火吹き舞っとるやん。いや、もうバトル久しぶりだからさ、イカ相手にできないよ、マジで。よいしょ。ローラーね、別注持ってくればよかったけど、こっちの方が慣れてるから、こっち持ってきちゃったよ。ここにいる?そっちにいるのか?違う、炭酸ボムか、これ、噂の。なんか炭酸ボム強いらしい。いってー!これやばいな。はい、こう。バケツくんか?自分は。お、オッケー!ナイスアシスト味方。すごく動きやすかった。ちょっと塗っときますか、今のうちに。ちゃっちゃ待ってる。味方が落ちたところでスパジャンチャック吐こうかな。とりあえずあそこ。待って、すごい押し込んでくれてる。どうしよう、火星に行くべきか塗るべきか。いや、塗っとこう、とりあえず。やばい、やばい、ちゃっちゃー、くそー。さすがにのんきに塗りすぎましたね。よいしょ。ちょっと待って、しかしも塗れるところ塗っとかないと、ね、こういうところが後々響いてくるから。よいしょ。敵陣を荒らしたいのが本心ではあるけど。さあ、かなり荒らされてるな。いや、しかしやっぱ白系って色合い綺麗だな。よし、結構これ前いけるんじゃないかな。え、でもチャラ見てるか。降りてこないな。ちょっかいだけ出して塗り塗ろう。なんか味方強いな、これ多分。めちゃくちゃ塗ってるやん。あそこにいる。ほい、オッケー。さあ、そしてしまった、トーピードか。トーピードか、あの正体は。そう、トーピードとかね、炭酸ボムあたりからわかんないんですよね、マジで。ダメなんちゃうか。あ、くそ!カーボン戻ってきてたのか。炭酸こっちに落ち。いや、でもあそこ押さえ込むべきで、やべ、そっち来たな。ほい。あ、嘘、ダメか。あ、くそ!さっきのでやれてないのきついな。やばい、一気に理解された。そんでもってね、ちょっとね、ラストスパートつけてきてないんですよ。頭のね、ギアがなんか、よいしょ。このフェス限定みたいなやつだったんで。書いてね。どこにいるんだ?よし、オッケー。トピードきついな。ほい。うぅ!頑張れ!キャー!もう、チャーが強すぎる!どうなんだろう、相手の場は結構荒らしてくれたみたいだけど、なんか言ってる気がするな。
けど。やばい、1、2戦しかできないから負け試合も載せないといけなくなってしまった。これでいやー悔しい。でもやっぱ久しぶりにやると難しいなくそ、相手が鮭ならいいのに。まあとりあえずもう一戦やっていきますかね。まあ、ご覧の通りギアパワー巻いてないんです。でこの頭のねパーティーコーンデコってやつが、そう、なんか配布ギアですね。なんか楽しそうまあ続けましょう。よし、来た、ミステリーゾーン。今回のミステリーゾーン結構衝撃的でしたね、僕的には。まあ散歩しないんでね、いきなり見せることになりますが、やっていきましょう。うわー、向こうチームやん。よいしょ。そう、ご覧の通りこれタコドーザーですね。まあ、要はこの子がさ、ずっと塗り続けてるってわけでしょ。それもそれですごいよね。まあ相手にも味方にもいるからエコヒーキはないんだろうけど、タコドーザーとかにいるの？わかんない。あー、お風呂風呂。あれ、タコドーザーの中にいるとああいうの当たんないのかな、敵のインクは。あそこでも飛んで大丈夫なはず。ナイス、位置取り。さあ、初手はね、さっきもそうだけど攻められてるっぽいんだよな。なんかスポジャンしたな。帰ったらっ、当たった。オッケー、2人取った。いいね。怖怖怖怖怖。待って、入れちゃう。あ、うーん、危機能力がなさすぎる。普通に目の前にいたし。ちょっと後ろ飛ばせてね。だいぶ自陣綺麗に塗ってくれたな。違うか。タコドーザーに引かれてる子いたね、かわいそうに。よいしょ、そこら辺に塗って、すごい細かいところがね、あ、なんかいたね。ほい、よしよしよし。そしてお袋がそこね。おい、オッケー。あ、待って、もう一人いた。うっ、ダメか。ナイス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 。実質4人落としたぞ、これで。さあ、自信ちょっと荒れてるな。軽くそう塗りながら行こうか。こういうのが響くとね、タコドーザーの上って、よいしょ、反対に入るのかな。で、あそこ塗って、まあ行こう。近いね。いや、これは奥塗りに行こう。そこだね。OK。よいしょ。これ行ったでしょ。お、お。これ行ったんじゃないの、さすがに。ああ、でも真ん中を荒らし返されてるね。いやあ、でも勝ちです、勝ちです、これは。よし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 。ああ、たまにやるとバトル楽しいな。相当未熟だけど。7キル頑張ったー。いやー、フェス勝ててよかったな。あ、多分もう今ね、5時になったんで終わりです、これ。48時間フェスだったっぽいんですけどね、もう全然できなくて時間なくて。もっとやればよかったなー。ということで、結果の方をね、見ていきましょう。さあ、ということでね、はい、結果見ていきましょう。フェスの結果が出たと。得票率、これね、わかる気がするんだよな。多分家族が多いんじゃない？かなり、かなり差開いてるね。25% ぐらい離れてるのか。すご。じゃ次。貢献度、そうか、貢献度なんだね。この仕組みが変わってからあんまりフェスやってないんですよね。まあ、要は勝率みたいなもんですよね、多分。なるほど。さあ、ということで最終結果は、1対2で仲間派ですね。まあ、いつものセオリー通りかな。うん、得票率低い方が勝つっていう。そして大体それが言いなりになるっていうね。キム、かわいそう。
はい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 。あの仲間の大切さね。これちょっとオープニングを撮ってないんですけどね。その時はなんか結構面白いこと言ったんですよね。飯田は、あ、テンタクルズは二人で家族派です。フェスは終了です。みたいな。さあさあさあ、やった。それ先輩用の好きなスイング。なるほど、なるほど。どこでやるんだ、モンガラキャンプ中のこれすごい気合がしてるし。なるほど。チャリンコ練習場。そう、モンガラキャンプ場って、そう、姫先輩の、敷地っていうか、所有物らしいですからね。姫の、なんか一族の。新年最初のイベント天卓です。今年もふるさとでガンガンやってきたな。うちの新年最初のライブは幕張、あ、東海議ですね。なるほど、面白いネタぶっ込んできたな。ということでね、はい、先ほどの2戦しかできないんで、誠のままです。勝ったのにさ、安くね、まあ。使わないんでいいんですけどね。はい、ということで、久しぶりのね、まあ、縄張りというかフェス動画、フロストリーフェスでした。新年一発目ね。いや、もっとね、やればよかった、本当に。めちゃくちゃ楽しかったじゃん。なんか今までともう全然違う感じで。いや、ちょっと、次回以降のフェスは、時間取れればちゃんとやるようにします。なんでね、また次回以降のフェス、動画にできる機会があれば、ぜひご覧ください。それでは、今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。2019年も、よろしくお願いいたします。それでは、フェス、お疲れ様でした。